こんにちは。リモートワーク研究所、池友です。本日は、チャット GPT の可能性、米トップ MBA での AI 活用授業と題してお届けします。ペンシルバニア大学のウォートンスクールというアメリカでもトップクラスの MBA があります。そこのイーサン・モリックという教授が、授業でどのようにチャット GPT を使ってるか、どんな風に使うと教育上いいかっていうことをブログであったり論文にしてすでに発表されてるんですね。非常に面白くて概要欄に貼ってありますので、ぜひもしよければご覧いただければと思うんですけれども、今回はそこに書いてある内容の要約お伝えすることを通じて、教育はもちろんですし、仕事であったり自分自身のチャット GPT や AI の活用の可能性に関して学べるところが多くあると思うので、お伝えしていきたいと思います。今日の内容はこんな感じです。一つ目、授業での AI 活用ポリシー。これ、イーサン教授が授業の中で生徒に提示したらしいんですけれども、これ原文紹介されていたのでご紹介します。二つ目、 AI 生徒。 AI に教えることで学ぶ。 AI から教わるではなくて AI に教えると。三つ目、 AI ライティング。 AI 活用の心構えは何なのか。四つ目、 AI 開発。 AI を使うと短時間でも実際の製品、ウェブサービスであったり、そういうものが作れちゃうと。そして最後、これらの紹介を通じて、5つ目、考察、学びをお届けしたいと思います。特に2つ目の AI 生徒は、個人的にも意外で、なるほどと、確かに面白いな、と思いましたので、特に時間のない方は、2番をご覧いただけると幸いです。このチャンネル、リモートワーク研究所は、リモート時代の欠かせないツールや、そのノウハウ、あとは最新情報をお届けしています。ツールに関しては、定番のツールをゼロから学ぶ、1時間とか2時間ぐらいのコンテンツをご用意しています。またこういったツールのプラスアルファのテクニックとして、最新機能やこれ知っておくと便利だよねという動画もご紹介しています。最近ではチャット GPT やそこに付随する先端サービスの最新ニュースや動向なんかもお届けしているので、もしよければぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では早速ですね、1つ目、授業での AI 活用ポリシーと、授業で AI を使っていく上でどんなことに留意してほしいのか、どういう心構えがいいのかということを授業の中でイーサン教授が提示されています。で、原文はこちらで、さっきのブログにも画像があります。で、これではもちろん紹介しづらいので、ちょっと意訳してまとめたものはこちらになります。1つ目、 AI は積極的に活用しようとまずおっしゃっています。 AI の活用というのはこの時代の新たなスキル、エマージングスキルって書いてありましたけど、今まさに生まれてきている新しいスキルであって、こういうものを使っていくのは非常に重要であって、もうこの授業では AI 使わないとむしろいくつかの課題はできないよというふうに言っています。ただしというので2つ目、特にチャット GPT ですねを使い切る上では、どんなプロンプトをできるかが大事であると。プロンプトって入力する文章のことなんですけれども、どんなプロンプトをするかが非常に大事。適当に入力しても適当な結果しか返ってこないよと。これをちゃんと覚えておこうね。というのが2つ目になります。3つ目、チャット GPT の回答を鵜呑みにしない。数値や事実の間違いがあったり、結構いろんなミスは当然あると。で、AI はツールであると。なので、ツールが間違ったものをそのまま間違って出したのはあなたの責任ですよねと。今、ハサミを持ってて、ハサミに変なとこ切っちゃった。これ、ハサミのせいじゃなくて、あなたのせいですよね。まあ、そういうことですよね。ということで、チャット GPT の回答は鵜呑みにせずに、違うところで根拠を探したりとか、参考文献チェックしたりして、ちゃんと自分で最終的には判断してね。これが3つ目です。4つ目、特にレポートを書くときには、AI をどうやって使ったか、どんなプロンプトを入れて、どんな結果返ってきたのか、というのは、ちゃんと根拠として書いてね、ということを書いています。これを書くことによって、この部分は AI を使って調べたり出力していて、それをもとに自分はこうしました。という AI と自分の努力の切り分けができるので、これは確かに重要ですよね。AI 使うなではなく、使った部分とそうじゃない部分を切り分けて出しなさい。これが4つ目のルールです。そして5つ目。AI はどんなシーンでどういうふうに使えるかをちゃんと考えましょうねと。もちろん万能ではないよと。得意なところもあれば苦手なところもあるので、そこをちゃんと考えて使いこなせるのが重要よ。というのがこの授業での AI ポリシーらしく、これ授業での AI ポリシーですけど、仕事であったり個人であってもそのまま該当しますよね。ぜひそのまま覚えて、今後 AI を使う心構えとして我々を認識できるといいんじゃないかなと思っています。2つ目、ここからは実際に授業でどうやって使っているか、これが一番面白かったんで、ちょっと論文とかさっきの文章のブログではもうちょっと後の方に書いてあったんですけど、最初に取り上げます。 AI 生徒として AI を使うと。
AI に教えることで学ぶという取り組みになります。で、これはそもそも前提として、自分が学習するためには、インプットをするだけではなくて、誰かに教える、伝えるというのは、すごく有効な学習方法ですよね、と。これ、仕事や普通に教えるときなんかでよく感じますよね。自分自身で勉強してるだけではなくて、誰かに説明しなくちゃいけないと思うと、要点まとめなくちゃいけないし、説明を通じて自分自身の理解も深まる。僕のこの YouTube なんかも自分自身の理解をより深めたくて話している部分が多いにあるわけなんですけど、このようにアウトプットをして誰かに伝えるというのは学習の非常に大きな、手段なんですね。これをチャット GPT を使ってこの授業では取り入れていると。ちょっと気になりますよね。どういうこと？と。こんな感じです。AI 生徒の流れは、まず自分がある程度詳しい領域に関して AI に文章を書かせると。で、最初に出てくる文章は、当然 AI が、まあ、頑張ってるとはいえ、出してくる適当な最初のアウトプットなんで、当然抜けてる観点もあれば、違う情報もあると。ここに関して、まず期待する文章になるように条件をつけていくと。こんな文体で書いてねとか、こういう条件で書いてねとか、こういう構成で書いてねとか。さらに、文章が出てきたら、そこに対して、こういう要素が足りないよ。だったり、こういう要素を付け加えて、もっとこういう情報が欲しいんだけど、というふうな要求を出していく。観点出しやダメ出しをしていく。そして、最終的にこれを通じて、文章を AI に完成させると。なので、人間がやるのは、AI が出してきた文章ファースト版を、セカンド、サードにどんどん直していって、最終版に仕上げていく。これをチャット GPT を通じてやるのだと。いうことで、なるほどと。ちょっとワクワクというか面白いですよね。で、実際どんな流れかっていうのが、実はこの E さん教授がもう論文書かれてまして、どのようにこれを使うのかっていう論文があったので、そっちは英語の例なんですけど、それを実際日本語でやってみた例をこれから実際にチャット GPT の画面でご紹介していきたいと思います。さて、これでご紹介するのは、実際に E さん教授の論文で出していたサンプルを日本語でやってみたものです。なんで論文とはちょっとアウトプットは違うんですけど、流れ一緒なのでご紹介していきます。まずですね、最初こんな感じでした。人間の学習方法についてのエッセイを書いてくださいと。で、その時には以下のルールに沿ってください。まずこんな感じでどういう文章の構成にしたいかはちゃんと要求を出します。タイトルをつけてね。自分自身の行動については記述しないでね。陳腐な文章にしない。専門用語は使わない。エッセイなので序文、本文、結びの段落を作る。段落ごとに会を入れてね。そして大事な箇所は強調してね。まあ、このような感じでルールをつけていきます。その上で、これを入力した結果が下になりまして、まあ、普通にタイトルがついていて、序文があって、本文があって、で、これ途中で文章量が多くて切れてしまうので、続きと入力すると、続きを出してくれて、最後、結びの文があるよというような形で、まず最初のバージョンが完成しました。こっからが面白くて、これ自分がある程度詳しい領域について話すという前提があったのはなぜかというと、ここを見た上で足りないところを指摘していくんですね。例えばこの人間の学習に関して言うと、この文章に入ってなかった記憶の符号化、英語ではエンコーディングって書いてありましたけど、要は記憶っていうのはそのままではなくて、ちょっと抽象化して記憶していくっていう要素がないですよねと。これを本文に足してくださいというふうに、これは足してくって、これ足してと間違えちゃったんですけど、足してと言いました。すると、チャット GPT が、この記憶の符号化に関する文章を追加で足してくれてるんですね。で、今この文章だと、エッセイ全文ではなくて、一部足した上でアップデートをしてるだけなので、もう一回要望します。記憶の符号化、さっき出したこの記憶の符号化を本文に足した上で、すべてのエッセイもう一回書いて。すると、こんな感じで、タイトル、さっきは人間の学習、私たちが学ぶということだったんですけど、ちょっとタイトル変わりまして、人間の学習と記憶の符号化、序文。で、本文で文章内容が入ってくるんですけど、ちゃんとこれ本文の中に、さっき追加してくれた記憶の符号化という観点が入ってくるんですね。入った上で文章を最終化してくれると。さらに、続いて本文にモチベーションについて、専門家のコメントを引用しながら、情報を足してくれという要求をすると、またこんな感じで、人間の学習においてはやる気が重要ですよねと。で、とある心理学者のさまざまなこうコメントを引用してくれた上で文章を作ってくれる。さらにこのモチベーションに関する内容を足した上で全部書いてねというふうに要望すると、タイトルも変わってますし、序文も変わってますし、本文の中にもこの今回入れたモチベーションの内容や記憶の符号化が追加されて、
文章のレベルが高まって収容してくると。このような感じで AI に教えていきながら足りない情報を追加させたり、追加のさせ方も単に追加してだけではなくて専門家のコメントを入れてねとか、そういうことを足していくことで自分が求めるアウトプットをいかに AI に作らせるのか、これを自分が先生として、 AI がある意味生徒として教えてあげながらどんどん良くしてあげる、これを通じてやっていくのがさっきご紹介した AI 生徒という考えですね。これ非常に面白いですよね。要は自分が教えてもらったり自分のインプットを得るのではなく、あえて自分が知っていることをうまく AI に作らせるようにそういう指示を出していく、これを通じて自分自身の観点、何が足りないかってことを学ぶこともできますし、 AI の使い方としてどんな要望を出したりどんな風な要求をすると答えてくれて、逆にどんな要求は答えてくれないのか、これを通じて癖が分かってくると、まあこんなようなトレーニングになってるんですね。なんでジェネラルな文章スキルや知識の確認にもなりますし、 AI の使い方の訓練にもなってるということで、二度美味しいトレーニングだなと思いまして、これはめちゃくちゃ面白いなということで、これは仕事にも使えるテクかなと思うのでご紹介したかった授業での方法の1個目になります。2つ目、授業の中では AI ライティングという考え方で AI を活用するときにどんな心構えでAI の文章力を使っていくのか、特にチャット GPT は人間の言語のように文章を作ってくれる、日本語もそれなりですけど英語はもっとレベルが高いんですね。で、そのレベルをどうやって活用するのかに関して授業で取り組んでいることやコツがあったのでご紹介します。で、まずこれ非常に面白かったコメントが、チャット GPT によって言語や文章力の壁がなくなりつつあるよねというのが書いてあります。これ背景としては特にウォートンスクールぐらいになると世界各国から生徒がいると。で、英語が第一言語ではなくて第二外国語になっている人、第二言語になっている人が非常に多いんですね。すると頭は良くて知識があっても英語力にやっぱり難があると。で、こんな状況に対して例えばケニアでは2万人ぐらいがエッセイ代行みたいな感じで、要は英語の文章を代わりに書いてあげることを生業にしているぐらい、自分ではなかなか英語の文章を書けないので苦手で誰かにお願いしちゃったり、まあ拙い文章になっちゃうみたいなことが課題になってましたと。これがチャット GPT を使うとそれなりの文章が誰でも作れるので、こういうハードルがなくなりつつあるよねというのが前提としてはありました。なんである意味これを使うことによってそれなりの文章で書いてこいよというもう要求を出していて、 AI を使ってあなたのライティング力をそれなりに引き上げてこいというのを前提に要求されています。これ面白いですよね。その上で AI を使うための心構え、これこの言葉はこの論文にはこの論文が書いてあったんですけど、適当にプロンプトを入れると適当な回答が返ってくると、そういうのは全然ダメよと。あと例を挙げようと思うんですけど、聞き方がすごい重要であって聞き方のテクニックを学ぶ必要があると。まあこれプログラミングとかだとガベッチイン、ガベッチアウトとかって言って、まあ、データ分析なんかで変なデータを入れても変な結果しか出ないよと。つまりゴミを入れてもゴミしか出てこない、有益なデータを入れて分析するからいい価値が出てくるみたいなことを言う言葉なんですけれども、今回のチャット GPT においても全く同じかなと思いまして、ゴミのようなプロンプトを入れてもまあそれなりに回答返ってくるんですけど適切な回答にはないよというのを考える必要がありますよね。なのでどんな要求をしたらどんなアウトプットが出るか、適切な要求側がすごい求められてくるよねと。これプロンプトエンジニアリングとかって言葉で最近言われてますけれども、これがスキルとして求められているということを言っています。で、もう一個心構えとしてこれすごい面白いなと思ったのは、チャット GPT は何をしているのか、結構チャット GPT でやるときに AI に対して遠慮したり適切な言葉遣いとかその人間に対して対応するような配慮をしちゃう人っていうのが結構多いらしいんですね。この E さん教授がアンケートを簡単に取って AI に対してこうフェアというかちゃんとした誠実な対応をしなくちゃいけないと思うかっていうのを聞くと、それなりの割合でそういう気持ちになっちゃうと。まあ気持ちわかりますよね。結構普通に言葉返ってくるんで、なんか変なこと言ったらまずいのかなっていうふうな気持ちになっちゃったりするんだけれどもと。AI はツールですよねと。チャット GPT はツールなんで、大事なのは、これチャット GPT で何してるかっていうと、会話してるんじゃないと。チャット GPT を通じて欲しい情報であったり、欲しい文章であったり、欲しいコンテンツを作らせてるわけなんで、やってることは会話ではなくて、正しく要求をしてるんだと。正しい要求を入れるスキルが重要であって、別に会話をしたりとか遠慮する必要はないと。ちゃんと必要な情報をインプットしたら、いいものが返ってくる。こういう構造なんで、そういうようなスキルであったり、心構え。
なんか遠慮して会話のようにするとかではなくて、正しくあっちがアウトプットできるようなインプットを正しく要求するんだと。これが重要なスタンスというふうに言われていて、確かにそうだなというふうに思いました。で、ちょっと実際簡単な例なんですけれども、ダメな例、いい例をお伝えします。はい。で、これですね、隣人トラブルについての記事を書いてという、よくある、こう、活用方法というか、要求を書いてるんですけど、まず E3 教師的には、こういうのはダメと。これダメな例です。なぜかというと、これだと、通り一辺倒の普通の記事しか出てこないよねと。確かにそうですよね。隣人トラブルについての記事を書いて、まあそもそも隣人トラブルに関心がある人は少ないかもしれないですけど、こういう一般的なこと聞いても、別に Google にも出てくるような一般的な情報出てくるだけで、大して有益であったり、いいものが出てくる可能性は低いよと。これはダメな例です。じゃあ、いい例は何かっていうと、こんな風にちゃんと自分が求めているものをルールであったり、条件を提示して書かせろと。例えば、具体例を入れろ。解決方法に言及してくれ。少なくとも7段落以上にしてくれ。フレンドリーな文体にしてくれ。ここまで入れて文章を書かせると、やっぱりだいぶ内容が違うわけですね。一番最初の普通の検索結果で出てくるようなまとめではなく、ちゃんと具体例や解決方法にも言及されていて、それなりにコンテンツもあるフレンドリーな文体の自分が求めているコンテンツが出やすくなると。まあ、このように AI ライティングっていうのは、ちゃんと適切な要求をして、機械がいいものを出せるようなことをしていくのが重要ですよね。というのをおっしゃっていて、まあ、そういうスキルを磨いていくのが重要ですよね。ということが、このチャット GPT を使った AI ライティング。おそらくチャット GPT だけではなく、AI を使ったノウハウとして、これから求められてくるというふうなことが話されていました。続いて、授業でやってること。AI 開発。6週間でサービスとか何かのデモを作り上げると。で、これはブログの方では具体的な事例はそんなに出されていなかったんですけれども、要は AI を使えると何がすごいかっていうと、自然言語、まあ基本的には英語だと思うんですが、今後は日本語とかでもプログラミングがかなりできちゃうんですね。これ実際すごくてですね、私も今ちょっと後でご紹介するんですが、チャット GPT の機能を使ったサービスを作ってるんですけど、で、私もプログラミングちょっとやってたんですけど、正直にわかであんまりちゃんとは知らないんですね。なので、結構知らないこととか設定とか、これまでやってきたことはわかるんですけど、新しいことやろうと全然わかんない。そういう時に、これこれこういうコードが欲しいとか、これこれこの設定をしたいっていう風にチャット GPT に聞くと、コードそのまま返してくるんですね。こういうコードをやったらどうみたいな。で、結構間違ったりするので、それをやってみて違う。やっぱりこうです。で、正解になったり、本当にわかんなくてエンジニアに聞く。みたいなことがあるわけなんですけど、少なくとも自分一人でやるよりは、おそらく100倍ぐらい、10倍、100倍ぐらい効率がいいんですよ。これができることによって、これまで授業の中では、さすがに6週間とかだと、本当に動くようなデモ。例えばウェブサービスとか、なんか自分のアイデアにあるビジネスのものを作るのは難しかったけれども、このチャット GPT 導入後は実際できるようになったと。このチャット GPT でやったらディフュージョンなんちゃらっていう画像を作る AI があるんですが、それを使うことによって絵であったりプログラミングのソースを AI を使いながら自分で作ることができて、6週間で作り上げることができる。みたいなことができるようになっているということで、これはもう実際に授業の中で取り入れていて、要は全然プログラミング知らない人が6週間でやろうと思ったら使わざるを得ないじゃないですか。そういうことを授業で出すことによって、もう強制的にそれを使って知らないことでもできるようにしなくちゃね。ということを授業でやられているということで、これは非常に面白いですし、こういうことを通じて実社会で得られるような経験ができているのは素晴らしい授業ですよね。ということで、今回ですね、ペンシルバニア大学ウォートンスクールで実際に授業でやられていたという記事の内容をご紹介しました。最後に、まあ、ここからどんなことが考察できるのか学びを、これは自分の試験として述べていきたいと思います。一つ目は普通ですけど、AI 活用力がやっぱり今後の新たなスキルだなと。MBA っていうのは、これからビジネスで活躍するために、いろんなビジネススキルをつければなんですけれども、AI が使えるかどうか、チャット GPT が使えるかどうかで、今後のビジネスで活躍できるのか、活躍しづらいのか、やっぱりだいぶ差がついちゃうわけですよね。なので、授業の中で、ああいう活用力を鍛えていくのは合理的だと思いますし、当然、MBA とかだけではなくて、普通の学校でも、家でも、職場でも、こういうことをちゃんと通じて鍛えていかなくちゃいけない。自分もそうだし、自分の周りも鍛えていかなくちゃいけない。新たなこれから学べるスキルになってるんだな。たったこれチャット GPT で数ヶ月ぐらいですけれども、もうこんなことになっちゃってる。ということで、これはすごく新しいトピックとして自分自身を学んでいかなくちゃいけないし、
自分の周囲の人たちにとっても使えるようにしていくことがすごく求められていくのかなというふうに改めて思いました。2つ目、 AI を使うと AI から教わる、教えてもらうっていうのが主になってくるかなと思うんですけど、それだけではなくて AI に教える、それで教えを通じて学ぶというような新しい活用方法も出てきているよと。でやっぱりその教える、教わるもそうですけど、教えるっていうのも相手が必要なので、なかなか忙しい中だったりとか語りたくても語れないみたいなことってありますよね。そういうところに対してチャット GPT に教え込むような形で、これ違う、あれが違う、もっとこうしたらいいんじゃないかで、要求を通じて自分自身も何が足りないのかってことをそれで通じて考えることができるし、 AI 側もそれによってより良いものを出すことができる、こんなような新しい学びであったり新しい AI の活用方法っていうところがこういった授業を通じて生まれているのはすごく面白いなと思いましたし、これも当然家でも子供の教育でも、もしくは学校とか、もしくはその、仕事で職場のメンバーの教育なんかでも使える手法かなと思うので、今後試していきたいなというふうに思いました。で最後、AI ってやっぱりツールであると、別にチャット GPT なんか話してると人間と話してるかのごとくなるし、教えるとか教わるとか言ってますけど、所詮はツールだけなんで、会話とするんじゃなくて正しく要求するっていうスタンスであったり力がすごく重要だなと。なんかなんとなく人に言ってるような気分になっちゃうけど、実際には全然違って、もっと冷徹に条件をバンバン出して、これとこれをしろ、これはダメっていう風に言っても全然 OK と、むしろそうしてあげることによって正しく力を発揮するわけなんで、そういうスタンスを持ってちゃんと正しい要求をバンバン、無茶というか適切な範囲でやっていくというのがスタンスとしてスキルとしても重要なのかなということを思いました。ところで今回の内容は以上になるんですけれども、これからのコンテンツですね、これからもですねチャット GPT 系いろいろと出していきたいなと思います。業界別のチャット GPT 活用状況や仕事で使う方法、あとはさっきプロンプトって言いましたけど、チャット GPT にこんな質問投げるといいよねっていうのをしっかりまとめたもの、また最新のチャット GPT 使ったサービスとか、中国ではどうか、世界ではどうかみたいなことをどんどん紹介していこうと思うので、ぜひもしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。また最後にちょっとだけ告知をさせてください。今チャット GPT 的な機能、 OpenAI の機能を使った新しいサービスを考えています。サービス自体はこんな感じで、 Zoom で録画をしたら、クラウド録画をしたら、それが自動的に他に保管されて文字起こしや要約が自動で出てくるよ、出てきたらそれを社内のチャット、 Slack とかチャットワークとかで通知ができるよ、こんなツールを作り始めています。実際こんな感じでデモを作り始めていまして、この例えば詳細のページを見に行くと、この Zoom の画面共有の方法についてという動画なんですけど、 Zoom で録画したものがすぐにここにアップされて、こんな風に要約で何を話されたかが分かると、こんなことがすぐ出るような感じに今しています。で下には文字起こしの詳細があって、ちょっとこれ文字起こしがザーッと出て見づらいんで、タイムライン付きで何分でこれ言ってるっていうのを出せないかなってことを取り組んでいます。またさっきの要約が終わったら、それを自動的に通知して、これスラックの画面なんですけど、こんな要約できましたよというふうに要約が送られてきて、クリックしたら動画に飛ぶ、こんな感じのツールを作り始めていまして、 Zoom の申請出したりとかしていますので、興味があったらぜひですね、このアンケートをチャンネル概要欄に書いてありますので、書いておいてもらえると、ベータ版ができたりとか、できた時にはご連絡ができればなと思います。で、アンケートは特にメアドもいらないので、メアド書いてくれてもいいですし、なくても大丈夫なんで、もしよければ協力をお願いします。またもう一個ですね、これとはまた別に、ある会社向けのオリジナルチャット GPT を作るというプロジェクトも動いています。社外向けのデータや、社内だけのデータを両方ガッチャンコして、社外には一般的な情報を、社内向けには機密情報も含んだ情報を出せるようにして、かつ回答した内容がどこが根拠だったのかということを出すことによって、サービスページとかブログの記事とか、社内だったらデータベースとかに回遊ができるような、こんなことができるツールも開発をしています。ぜひ興味があったらアンケート回答をお願いします。ということで本当の最後の最後になりましたが、このリモートワーク研究所ではこういった新しい情報であったり、リモートしたいのツールやノウハウ、こういうことをバンバン出しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。またコメントであったりとか何かありましたら、いいねや、何かしらのコメントいただけると非常に嬉しいです。それではまたお会いしましょう。リモートワーク研究所ではリモート時代に活躍して稼ぐためのツールの使い方やノウハウをどんどんご紹介していきます。ぜひチャンネル登録していただいて、私と一緒に学んでいきましょう。